いまいちピンとこないところが新しい技術って感じがするねファインさんの頭の中はいどうもこんばんはシナリオクリエイターの江坂昭とことファインですファインさんの頭の中この番組はファインさんのファインさんによる好きと学びと思いを発信するためのラジオですということで 今回はですね、まあ、久しぶりにちょっと技術っぽいお話ということでね、えー、もしかしたらね、まあ、テレビでもニュースとかでやっているのかもしれないんですけれども、えー、つい先日ですね、8月の27日に DCJPY というね、まあ、お金にまつわるサービスですかね、が開始されまして、えー、ちょっとね、話題になっております。えー、皆さん、DCJPY ご存知でしょうか こちらね、何かと言いますと、えー、民間のね、銀行が発行するデジタル通貨というやつでございます。えーまあ、デジタル通貨というとね、えー、ビットコインですとか、まあ、そういうそのね、暗号資産的なものを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけれども、今回のこの DCJPY はですね、まあ、それに近いようで、まあ、ちょっと違いもあるというね、 まあデジタル通貨になっておりますので、今回はね、私と一緒にデジタル通貨 DCJPY についてざっくり概要を知っていきましょう。<noise> てなわけで、まずはですね、まあ、先ほど言ったような、まあ、ビットコインですね、えー、というようなね、まあ、暗号資産ってやつと、えー、DCJPY の違いのお話から、えー、していきましょうかね。 えー、この二つはですね、まあ、先ほども言ったようにですね、えー、近いところも結構あるんですよ。うん。まあ、それは何かっていうと、えー、どちらもね、ブロックチェーンというね、まあ技術を使用しているというところですね。えー、このブロックチェーン、えーまあ、皆さんもね、言葉くらいは聞いたこともあるんじゃないかなと思いますけれども。まあ、ただね、ブロックチェーンどういうものなのと聞かれるとですね、えー、答えるのは難しいんじゃないかなと。 思います。はい。まあ、確かね、えー、私も昔、えー、まあ、このラジオがね、えー、まだヒアーだけで配信している時期ですけれども、えー、その頃にですね、多分、えー、ちょっとね、ラジオ内で解説したことがあったような気がするんですが、まあ、あのー、この場でね、ちょっとブロックチェーンの説明から始めるとですね、皆さんの頭がパンクするんじゃないかなと思いますので、今回はやめておきましょう。えー、その代わりですね、まあ、とりあえずざっくりね、 えー、こう理解しておいていただければいいんじゃないかなと思っています。えー、ブロックチェーンとは、すごい信頼できる取引の技術です。<laughs> スーパーざっくりですけどね。うんまあ、なんて言いますか、あのー、ね、最新の技術のあれやこれを駆使してですね、えー、なんか不正をされたら一発でわかるような、まあ、仕組みを実現したよというのが、まあ、ブロックチェーンというやつだと、 思っていただければ、まあ、今回の話を理解する上ではね、十分じゃないかなと思います。まあ、なんと言いますか、あのー、ね、絶対不正されたくないお金の取引にぴったりの技術なんだよというところをね、えー、押さえておいていただければ、えー、あの、いいかなと思っておりますので、えー、まあ、なんか、ブロックチェーンっていうすごい技術を使って、えー、実現してるんだなというところをね、ざっくり認識しておいてください。でですよ。 じゃあね、まあどっちもブロックチェーンを使っているのは分かりましたと。で、じゃあ違いは何なんだというお話なんですが、大きな違いはですね、まあこれもね、冒頭でちょろっと言ったんですが、DCJPY の方はですね、民間の銀行が発行するデジタル通貨であるという点が最大の特徴となっております。それもですね、まあ、皆さんがね、普段お使いの日本円をね、元にして発行するデジタル通貨であると。 というところがね、ポイントになっておりまして、えー、ビットコインとかの場合ですと、まあまね、あの、皆さん取引所とかね、まあ、聞いたことありますかね、そのね、ビットコインを買ったり、まあ、売ったり、えー、するというような取引所がありまして、まあそこでね、皆さんがビットコインを買うということで、えー、手にするということができるんですけれども、まああとね、ビットコインの場合は、マイニングとかね、 ま聞いたことありますかね。まあ、直訳するとね、えー、発掘という意味の単語ですけれども、えーまあ、これも詳しくは今回説明しませんが、まあ、とりあえずそのマイニング、発掘みたいな作業をするとですね、えー、ビットコインを手に入れることができるんですね。うんまあ、そんな感じで、何、えー、て言いますか、そのビットコインはですね、なんだろうな、えーまあ、証券所で取引する株みたいな、まあ、イメージだったりとか、 あとはなんかね、その発掘するお宝みたいなイメージでね、その手に入れるっていう形でやっているのが、まあ、ビットコインというやつなんですけれども、今回のね、DCJPI はそれとは全く異なりますえ。皆さん銀行にですね、日本円預けてますよね。うん まあね、あの、これを聞きの方の中にはですね、まだ自分の銀行口座持ってないよとかね、えー、持ってるけど預金ゼロだよとかね <laughs>、まあいろんな方がいるかもしれないですけれども、まあ銀行にね、お金を多かれ少なかれ預けているよという方はね、まあ多いんじゃないかなと思っています。で、えー、この DCJPY はですね、その皆さんがお持ちの預金をですね、えー、そのまま DCJPY に変換することが できますどういうことかといいますとこの DCJPY ですね民間の銀行が発行するデジタル通貨というふうな形になっておりますので銀行にですね例えば100万円なら100万円ね DCJPY にしてくださいっていうとですねしてくれます。はいイメージとしては通常の預金口座からデジタル通貨口座っていうやつにね預金を移すイメージ。 なんですけれども、まあ、これをね、えー、トークン化預金というふうに言ったりするみたいなんですが、まあ、要するにですね、えー、1円を 1DCJPY としてですね、えー、使えるというわけでございますね、うん。で、これの何がいいかと言いますとですね、えー、価値が安定するんですよ。うんまあ、これが非常に大きいところで、まあ、どういうことかと言いますとですね、えー、皆さん今、1ビットコインって いくらするかご存知ですかだいたいね、800万円くらいするらしいんですよ <laughs>、うん。まあ、でもですね、実は1ヶ月くらい前の価格を見ると、900万円くらいだったりした時もあったみたいなんですよね。うんまあ、要するに、本当にコロコロ値段が変わるんですね。ビットコインというやつは、うん。しかも100万円とかいう大きいレベルで変わるわけですよ。うん、そんなお金使いやすいですかっていう。非常に使いにくいですよね。 うん、極端な話ね。その、いくらか手持ちのビットコインがありますと。でえ、昨日見た時には、あ、あれが買えるくらいの値段はあるな、みたいなね、えー、感じの、えー、価値があったのに、今日になったらね、えー、価値がドンと下がっちゃって、昨日見たやつ買えないじゃん、みたいなことがね、えー、起こり得るわけなんですね。うん、これ非常にね、えー、不便ですよね。うん 財布の中身は変わってないのに、日によって買えるものと買えないものが変わってくるっていうね。そんなお金もよくわかんないじゃないですか。うんまあ、その点 DCJPY はですね、まあ、いつでもね、1円が 1DCJPY ということになっていますから、まあ、元となるね、1円の価値がね、えー、安定してくれている限りは、えー、DCJPY 自体もですね、安定しているというわけでございます。ね。 皆さんありますか、えー、コンビニで100円だったものが翌日1000円になってるみたいなことね <laughs>。ないですよね。えー、まあ、そんくらい、まあ、日本円っていうやつは、まあ、暗号資産とかとね、比べると安定しているというわけでございます。はい。まあ、もちろんね、えー、長い期間の間では、まあ、値上げだなんだというところはね、当然あるんですけれども、えー、そんなにコロコロ変わるものじゃないのでですね、えー ビットコインみたいなものと比べたらですね、まあ、めちゃくちゃ使いやすい、あの、本当のね、意味で通貨として使いやすい、えー、ものだよというのが、えー、今回の DCGPY の特徴かなと思います。でですよ、えー、ここまで話すとですね、まあ少し知識がある方は、それってつまりデジタル日本円ってことですかっていうね、えー、疑問を抱くんじゃないかなと思います。まあ、デジタル 日本円というのはですね、まあ、その名の通りなんですけれども、まあ、デジタルなね、日本円のことでして、えー、まあ紙幣とかね、硬貨じゃなくてですね、えー、電子的な方法で発行された円のことをね、まあ、デジタル日本円と呼びます。で、まあ、そう言われるとですね、確かに DCJPY もですね、まあ、1円をね、1DCJPY に、えー、してですね、発行をしますから、まあ、なんか、 デジタル日本円っぽいところはありますよね、うん。で、実際私も思ったんですよ。これってデジタル日本円と何が違うんだって。うん、なんでデジタル日本円と呼ばずに DCJPY という名称が付いているんだろうって思ったんですね。うん、なので今回調べました。はい。えー、答えはね、言ってしまいますと、発行元が異なります。はい。皆さんね、まあ、今お使いの現金、どこが発行しているか、まあご存知ですよね。 うんまあ、新紙幣にね、変わったばかりですけれども、えー、お札のね、表面を見ますとですね、まあ、書いてありますよね。日本銀行券って。うん 多分書いてあると思うんですよ。うん、実はね、まだあの私、新紙幣を手に入れたことがないので <laughs> の、ちゃんと見たことがないんですが、さすがに新紙幣も書いてあると思うんですけども、えー、つまりですね、その日本銀行というところが、えー、日本円というものを、ね、発行しているんですね。うん、なので、えー、デジタル日本円と呼ぶね、デジタル通貨があるとしたらですね、まあ、それもまた 日本銀行が発行したものでなければならないということになります。まあ、こういうのをね、まあ、法定通貨というふうに言ったりするんですけれども、えーまあ、今回の場合はですね、何度もよく言ってますけれども、えー、民間の銀行が発行する、えー、デジタル通貨ですから、えーまあ、法定通貨ではないということでですね、えー、そういう意味で、えー、デジタル日本円とは呼ばないということみたいです。はい。 まなのでね、えー、もし皆さんもね、今後ですね、えー、デジタル日本円と DCJPY って何が違うのというふうにね、質問を受けたらですね、あの内心よっしゃと思っていただいて、えー、ドヤ顔でね、それはね、っていうふうにね、説明してみたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えーまあ、ちょっとね、長くなってきていますけれども、えー、ここまででね、えー、DCJPY とは何ぞやと、 と,いうところか、まあ、ざっくりはね、えー、伝わったんじゃないかなと思いますので、えー、最後にですね、えー、結局これって何の役に立つのというお話をしましょう、うんね、DCJPY が、まあ、なんか日本円を元にした、ね、デジタル通貨なのは分かったと、うん、デジタル日本円とはまた違うものだというのも分かったと、うん、じゃあ何に役立つのとそれがあると何が便利なのというところですよね、うん ここがね、多分イメージしづらいところでして、正直私もですね、まあ始まったばかりのサービスですから、えー、実のところあんまりよくわかっていません。はい。でもなんか、そういうところがですね、まあある意味新しい技術っぽいなと、本当に真の意味での新しい技術、その既存の技術の延長じゃなくて、結構革新的な技術であるという証明かなと思っておりまして、 あの、まあ、例えとしてね、適切か分かりませんけれども、皆さん、iPhone が出た時にですね、最初はまあね、皆さんもガラケー使っていると、ね、ある一定の年代以上の方はね、ガラケーからスマホに移行したタイミングがあったと思うんですけども、ね、当時は当然ガラケーを使っていて、iPhone が出ましたと言われても、ガラケーでいいじゃんって思ったと思うんですよ。 iPhone って何が便利なのというのがね、多分よくわかんなかったと思うので、なんか本当の意味でのその革新的な新しい技術ってそういうものなんだろうなって思ってるんですよ。うん、なのである意味ね、現時点でいまいち何の役に立つのかよくわからんと思っているというのがですね、あの、逆に今後に期待させられるというかね、えー、ワクワクできる技術なんじゃないかなと思っておりますので、 とりあえずですね、えー、可能性は無限大という前提でですね、現時点で分かっている範囲でですね、えー、DCJPY 何に役立つか、えー、ご説明したいと思います。はい。えー、一言で言いますとですね、決済の自動化というところが、まあ、一番お役立ちポイントみたいですね。その決済を自動化できるよというのが、まあ、一つのキーフレーズになっているような感じがしています。はい。 まあ分かりやすいところで言うとね、その会社同士の取引をイメージしていただくと一番いいかなと思うんですけれども、今ってね、その会社同士で契約を結んで支払いをしてみたいなことをするときって、なんだろうな、こうね、商品を研修してさ、その請求書をもらってさ、えー、振り込んでみたいな、そのいちいちそのチェックしたりとかした上でね、 こうまあ、経理の人とかね分かんないですけどその振り込み処理をしてですね、うん、あの金銭をやり取りするみたいなことをするじゃないですかだから結構めんどくさいんですよ、うん、でそこのめんどくさいやり取りをですね今回のこの DCJPY を使えば自動化できるんじゃないかというのがですね一つのメリットとして言われているところかなと思いますはい で、じゃあ、どうやって自動化するのというところなんですけれども、まあ、それを理解するにはね、その、スマートコントラクトっていうね、えー、概念をまあ理解する必要があるんですけれども、またね、ちょっとカタカナの言葉が出てきたよというところでね、えー、身構えるかもしれないんですが、あの、ご安心ください。あの、このね、スマートコントラクトをね、えー、超ざっくりお伝えしようと思います。はい。 えー、スマートコントラクトというのはですね、えー、一言で言いますと、ブロックチェーンに保存することができる一つのプログラムです。はい。まあ、つまり、お金そのものにプログラムを仕込んでおくというわけでございますね。うん、だから、例えば、まあ、A 社からね、こういう取引が来て、それがね、この金額を満たしているのであれば、こういう処理をしてください、みたいなプログラムをですね、 あらかじめ、えー、仕込んでおきまして、えー、そうするとですね、まあ、実際に取引が始まった時に、その先ほど言ったブロックチェーンの技術ですよね。えー、すごい信頼できる取引の技術を使ってですね、えーまあ、取引の内容を確認しまして、であ、条件通りだねということが確認取れたら、もう人の手を介さずにね、自動で決められた処理をしてくれるというね、白、えー、物でございます。はい。 これによってですね、その人力の確認なんてもういりませんと。うん、勝手に裏で処理がか,かって進んでくれますということで、えー、業務効率が上がりますよというのがね、DC-GPY のポイントなのかなと思います。はい。あくまで現時点で分かってる範囲ではね、うん、もちろんその、それ以外にもですね、お金をプログラムで動かせるということになりますので、まあ多分ね、いろいろと便利になるんじゃないかなと。 思いますので、あの、先ほどね、可能性は無限大みたいなことを言いましたけれども、本当に、まあ、この DC-JPI ね、えー、まだ始まったばかりでございます。で、取り扱いのある銀行も今はね、えー、青空銀行かなネット銀行の一つだと思いますけれども、えー、だけというところになっておりますので、えー、それがね、えー、今後広がっていけばですね、いずれ、えー、まあ会社の取引だけじゃなくて、 ま我々にもね、えー、その恩恵が来るというところがあるかもしれないのでですね。まあ、皆さんも、えー、頭の片隅にですね、えー、DCJPY というものが、まあ、今回出たんだというところをね、えー、頭に置いていただければいいんじゃないかなと思います。ヒ e シナリオ i ヒ a に投稿したいけどネタがないな。そんなあなたにヒアーシナリオ i 作品はいかがですか シリアスコメディーなんでもござれきっと出会える素敵な作品読んで楽しい聞いて楽しい毎月更新素敵なストーリーを今すぐチェックみんな読んでくれるよなということで、えー、デジタル通貨 DCJPY のお話で。 久々にね、ちょっと長めのラジオとなりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ねえーまあ、途中ね、ちょっととっらかったところもあったかなと思いましたけれども、まあ、なんとか話し切ることができたかなと思っています。はいまあ、でね、えー、こういう話をしたときは大体ね、あの予防線を張りますので <laughs>。 今回も貼っておこうと思うんですけれども、えー、まあ私もね、今回 DCJPY について皆さんにご紹介しましたけれども、1から10までね、理解できた上で話しているわけではございません。うん、ですので、もしかしたらね、私の理解が間違っているという部分もあるかもしれないです。はい、なので、そこはね、ご了承くださいというお願いでございます。はい まあただね、あのー、本当にざっくり理解という範疇では、あの、間違ったことは言っていないと思いますので、えー、今回ね、最後までお聞きいただいた皆さんはですね、まずは大まかに知るというところ、えー、クリアできたと思っていただいていいと思います。はい。あのー、知らないよりはね、ちょっとでも知っておいた方が、今後ね、何かの役に立つかもしれませんから、えー、そこの意味でね、えー、皆さんね、えー、今回このラジオを聞いてね、まあ、一個知識面で、 得ををししたたことととにになななるんじゃいいいいかなと思思まますすので、えーまあ、是非ね私に感謝をしていただければと思います <laughs> はいということで、えー、最後にしょうもない冗談をかましましたけれども、えー、私からのお知らせをしてしまいましょうかはい、えー、現在井坂明斗作の朗読ボイスドラマ台本が公開中となっております、えー、9月はですね新作を2本公開しておりますということで、えー、1本目は「始まりのギター」 そして2本目はね、リュウグウの管理人というシナリオをね、お届けしておりますので、よろしければ、まあ、読むだけでも読んでいただいてね、作品を楽しんでいただければ嬉しいなと思います。それからですね、このラジオではお便りを募集しております。番組へのご意見、ご感想を、ファインさんに話してほしいこと、考えを聞かせてもらいたいこと、質問などなどですね、何でも OK ですので、説明欄のメールフォームからお寄せくださいませ。 もちろん、えー、ゆざかあきと作品への感想でも OK です、えー。お待ちしております。それでは、今回はこの辺で。明日、もお休みの方、もうお仕事の方、いらっしゃるかと思いますが、頑張っていきましょう。バイバイ。